同じやってた時あるじゃないですか、はい、その博士の方、はい、それで、はい、同じことを全くやった場合、はい、昔の人を、ね、思い浮かべて、その人だったら、はい、多分すごいもっと早く効果が現れてただろうなとか思った。それってその子若いでしょ、その男性何歳？その人若くないですよ。若くない男性、そうことを思ったので、自分のやってた人は若い人だったから、いや若い男の聞くって。そうか、あのさ最近僕あの LINE で LINE 公式 LINE みたいなの持ってて、ちょっとこういつ始めたんですか？2、3ヶ月前か、に始めて、たまに来るんですよ。でそれは大学生ですよ。大学生から質問が来て、じゃあそこ速攻で沈黙しろって言ったら、あのなんかこう効果があったって、もうすぐに、すぐっていうかもうリアルタイムで来るんですよ。もうそれは僕は相談の中になって、それは何でかかるんですか、相談なの、気まぐれなんで無料でやってるんだけど、でその来た人がちょっと名前で検索したらそこそこ有名な人だったんで、どっちの、その大学生、女性が、そうするとちょっと僕もなんか下心出るじゃん、僕を有名にしてくれそうだみたいな。ああ、はいはい、そうです、そこですよ。あの見てる人ちょっと宣伝してください、はい、逆にその、はい、その方見てるんですか？多分見てると思うんだよね。なんかそういうのってバレちゃうから、なんかあんまり言わなくないですか？そうなんですよ、うん、もう結構そこって言ったら失礼だけど、結構有名な芸能人の人の相談結構持ってるんですよ、うんうん、でも誰も言ってくれないんですよ。言ってくれれば、あの宮脇弘の、あの人誰だっけ、あの宮脇弘が有名にした あのおじさんいるじゃん、お着物着てるおじさん、江原さんみたいに超有名になっちゃうじゃん。あれぐらいの力持ってる人もいい。まあそれ置いといて、そんなことどうでもよくて、その子は大学生だけど、うん、彼氏はあのもう鬱陶しいって振られたらしいんですよ、うん、ですぐ沈黙しようと、沈黙してまた連絡したいですが来るんですよ。まあ本読んでるのかと思いながらも、うん、まあ、そこはあの我慢して、うん、そしたら何だろうな、1日すぐ来ましたよ。どうしてんの？返したいです。返すな。ああ、沈黙して1日で、もうめちゃくちゃ20代も聞くじゃん。20代前半ですよ、うんうん、でもまだ戻ってきてないから分かんない、今どんどん復元するのか分かんないってこと、うん、いやこれからですけど、だんだん無料なんでめんどくさくなってくる。あのね、僕あの専門が生命科学なんですよ、はい、人間の命を専門にしてるから、なんだろう、古今東西、つまりそのアメリカ人でも、うん、スラブ民族でも、大昔の人でも、子供、思春期以降の子供でも、おじいさんも全員聞くようにできてるんです。むしろ年寄りのが難しいとも思ってる。その年寄りになってくると、なんか守るものとかあるし、なんか面倒くさくなっちゃうんですよ。でもなんかさ、おじさんって、うん、あのそういうのがしばらくないと、なんか没頭しがちしやすいから、あ、恋愛経験、ね、そう、若い人も恋愛経験少ない人いるじゃん。まあまあいるけど、むしろ多いっていうか、うん、じゃあ若くてモテてきた人、モテてきた人も、あの僕はそのモテてきた人をうまく操る方法知ってるというか。そうなんですか。だから相談してくる人って結構モテる人が多い、あの好きになるじゃん。うん、分かんない、それは分かんない、多いんですよ。そうじゃない人もいるんじゃないですか、うん、そうじゃない人もいる、うん、もうそうじゃない人はもっと、まあ、だから全員なんとかなる、うん、同じなんですよ、そのアマゾンカスタマーさん。だから、そんなことないよって言いたいけど、まあ、そういう印象が持つんだな。だから僕が20歳のふりをして書けばいいんだろうな。で、博士と選ぶってるっていうけど、博士っていうのはただその名前に対して選ぶってると思ってるっていうことですよね、うん、あ、うん、そういうことなんでしょうね、うん、まあでも話し方も書き方も偉そうかな。ああ、そうなんだ。あの何々だとか何々であるみたいな、こう理論的だと偉そうに見えますよね、あの、うん、教科書みたいな感じで。でも謙虚な若い起業家の成功哲学の本なんてあります？起業家っていうだけで偉そうじゃないの、うん、の成功哲学の本を読んだ方が精神衛生上良いって、これ関係なくなっちゃってる。そうなんですね。まあそういう可愛いところがあるなと思いますよ。この精神衛生上良いと思います。だから精神的に辛かったんだろうな、うん、これ読んで、うんうん、じゃあ次行きますか。これ勉強になりましたかね、うん、でも本当にやっぱ1の読んでもやっぱ欲しいなと思ったものは買うんですけど、はい、確かに言ってた通りだなって思うのってありますよね、うん、どうぞ。あ、その1、買う前に欲しい1ね、そう、買う前に欲しい1を読んで、うん、そっかって思うんだけど、うんうんうん、でも自分
違う意見かもしれないから、うん、買ってみようと思って買うと、うん、なんかありました、そういうの。ありました。やっぱり欲しい字だった。ありました。例えばそれ何だ。本と。本、何の本、ね、言えないか。あ、ちょっと言える範囲で言うと。あ、でもそういうなんか指南書じゃないけど、うん、男女の、うんうん。全然違った。どう違った。なんかね、同じような、はい、あ、そのあ、ちょっと違いますけど、うんうんうん、うまくでもうまくいかすような本なんですけど、はい、その星の1のところに、はい、あのなんかこれはなんか性のなんか教科書みたいな感じで、全然そういうなんか下ネタばっかりって書いてあったんですよ。あ、はいはいはい。じゃあ本当に読んだら結構半分以上そういう感じで、あ、ベッドテクニック、そうそうそう、だからそこはそうだろうと思いますね。そこはそうだろうっていうのは、それは絶対正しいコメントだろうっていうか。でもね、あの内容じゃないもんだって。5の人には、5の人は、うん、なんかためになったとか書いてる人もいるから、やっぱり どっちも読むじゃないですか。そうね、読む読む。あんま真ん中は読まないんですけど。あ、そう。3とかは読まないけど。それで、5と1を読む。でもこれも合ってますよね、ある意味。まず心が折れそうっていうのと、この40代とかいうのはまたこれも全く違うけど、それ置いといて。あの心が折れそうっていうのはそうだなと思うよな、うん、これでも書いた人ってこの番組は見てないですよね。見てないでしょ、ね、うん、見てたらファンですね、それは。うん、博士の、あ、そのゆるふわの、はい、ゆるふわだけでなく、はい、あの登録してる人いるじゃないですか。はい、はい、います、ね、はい、あそこの、ね、SNS なり SNS、うんうんうん、ああいうのはやっぱみんなさっきの人の言葉を借りると信者ばかりですね、信者ばっかりと言ってもいいのかな。確かにそうだよ ね。だからああいう SNS でこういうのを読むことってまずないじゃないですか、はい、ないですね。だからなんか新鮮では、新鮮ですよね。うん、僕も読まないでいたら神田松之丞がそれを面白おかしく読んでる、すごいなと思って、うん、僕も読んでみようかなと。その神田さんって全然気づかないのかな、うん、気づいや、彼は、まあ、芸人なんですよ、やっぱりね。あ、笑いに変えちゃう。めちゃくちゃ面白いんですよ。うん、で、それをもう、だから信者しか聞いてないわけじゃん、もちろん。そうすると、もうボロクソ言うんですよ。うん、こいつ何も分かってねみたいな。で、笑い屋みたいな人がいて、何言っても笑うんですよ。そうすると、面白くなって感じちゃうんですよ、ね。ラジオで？ラジオで。笑い屋の声も聞こえる。ずっと聞こえるんですよ。で、笑い屋がいない回があったんですけど、めちゃくちゃなんか嫌な気持ちになったんですよ。だから笑ってくださいね。はい、はい、次いきますよ、はい、今週のニュースを恋愛できる、あ、ちょっと覗いてくれてありがとうございます、はい、それ言わなかったらないみたいですね。ないみたいですね、はい、じゃあいいか、はい、このコーナーは今週のニュースを恋愛という視点できるコーナーです。田代正史容疑者が覚醒剤で5度目の逮捕、チェックアウト後に注射器が2本見つかったんです。週刊文春デジタル編集部2019年11月7日、はい、11月3日、元タレントの田代正史容疑者63歳が東京杉並区で覚醒剤を所持していたとして宮城県警に現行犯で逮捕された、はい、宮城県警に杉並区で逮捕されたという文章で読めるけど、まあいいか。田代容疑者は8月23日に宮城塩釜市の宿泊施設で覚醒剤を所持していた疑いを持たれている。田代容疑者は過去にも覚醒剤取締法違反でなどで3度有罪になり計7年服役している。これ知ってますか。はい、どう思います、どう思いました。なんか全くみたいなのと、あとなんか写真見たんですけど、この逮捕さ、うんうん、もう思ってる田代正史じゃないですよね。どんな感じですか。もうなんかやつれてて、それ違うやつじゃない。あの結構昔の写真を使ってたりするんですよ。あ、本当。一番やつれてる頃の写真、やつれてる時の写真を使ってたあの番組もありました。あ、本当。だからその時じゃないかも。あ、じゃあそうかも。でも63歳だからね、そこそこおじいさん。でもなんかね、逮捕してる時の写真みたいに書いてあった。あ、そうなんだ、うん、やつれてた。うん、やつれ、なんかもう、まあ、思い出す頃って大昔のあのラッツ&スターの頃で、それは違うだろう。なんかお笑い番組とか、ね、志村けんとかの中ですね。で結構やじゃなかったの。いいキャラでしたよね、確かに面白くてね、うん、なんかもったいないです。ラッパがなんか吹いてましたよね。ラッパ吹いてたかもね、トランペット特技みたいな。そう、これで僕思ったのが、あ、そうそう、前
しょっちゅう言ってるんだけど、TED って TED って分かります？ TED テクノロジーエンバイオなんとか、エンターテインメントかな、ディベロップメントとかいう、新しい考えとかを世に広めていく運動があるの知ってます？知りません。でそれが動画を結構出してるんですよ、うん、それはあのスティーブン・ホーキングとか物理学者とかもう死んじゃったけど、あとビル・ゲイツとか、まあ、いろんな人があのターでいろんな話してくれるんですよ、うん、でその中に、まあ、だから そこで話されてる内容ってみんな見れるのでぜひ見てほしいんですけど、日本語字幕とかもあるんでその中に、ジョハン・ハリっていう人が、はい、依存症ってこういう薬物依存とかって、うん、みんな間違ってませんかっていう話をしてて、このタイトルがジョハン・ハリ検索で依存症間違いだらけの常識で検索すると出てくると思うんですが、ちょっと待ってくださいよ、それをメモしたものがあって、これかな、そのジョハン・ハリの発表を読むと、しかしまず私たちが常識だと思っていることを確認します。これは薬物依存ね、依存、うん、まずはその真ん中の列の方からこれみんな聞いてるんでね、うん、仮に皆さんが全員が20日間ヘロインを1日3回やったとしましょうと。で、どうなると思います？どうなるでしょう？そうするとよくありがちなのはもうそれでヘロインに依存しちゃうんだと思いますよね、うん、僕はその20日間も毎日打ったとしたら怖いですよね。でも私もそう思ってると、ジョハン・ハリさんも、しかしこの説がどこかおかしいと気づいたのは次の話を聞いた時です と、例えば股関節かなんかを骨折して病院に運ばれて大量のジアセチルモルヒネを打たれてることがあると、まあ、そういう人はしょっちゅういるんですよ。骨折して20日ぐらいずっと薬を打たれてる、それってヘロインよりもずっといいヘロインを20日間打たれてると同じ状態らしいんですよ。でも誰も依存症になってないっていうんですよ、うん、それからあとネズミ、そのなんで20日間も打ったら依存症になると人々が信じてるかっていうと、昔そういう実験があったんですって。それネズミでやった実験で、その薬をずっと打ってて、まあ、水の中にヘロインかコカイン混ぜたものを飲ませてると、もうそれに依存しちゃうネズミがいたと、うん、ところがその実験には続きがあるらしいんですよ。ネズミが入ってる檻には他に何もない場合は依存するけど、餌とか、 なんか仲間とかがいっぱいいると依存しないらしいんですよ、うんうん、でそれってネズミだけなんじゃないかっていう人がいると。でもジョハン・ハリさんはその人体実験も実はあったんだと、うん、それはあのいわゆるそのなんていうか、ベトナム戦争、うん、ベトナム戦争って結構ドラッグ漬けの人がいたらしくて、うん、ドラッグにこうなんていうか怖いんでね、アメリカ兵の 20% がヘロインを大量使用していたと。そうするとその人何十万人かがヘロイン中毒になると思うじゃないですか。でもほとんど 95% が薬をパッとやめたっていうんですよね、うん、こうおかしいと言ってるんですよね、うん、でじゃあ何になんでこういう中毒になってしまうのか、依存症になってしまうかっていうと、なんかこう仲間とかがいないっていう、心のつながりがない人がそうなるっていうんですよね。うーん、だから田代正史ってなさそうじゃんっていう、うーん、なんか孤独そうっていうか、まず家族に逃げられて なんとかっていう、なんていうかな、なんかこうやめる、薬依存をやめるなんか、組織に入ってましたよね。ダルク詳しくなんかそこのね、職員なんですよね。もうやめたんですよ、実はこれが1年ぐらい前にやめてるんですよ。だから、まあ、なんか結果を出せなかったかわかんないけど、あとその YouTube チャンネルとかもやってたけど、別に仲間って感じでもないんだよな、みんなその薬物をやめてることが前提というか、薬で、はい、お家の人と、そうです、うん、まあ、離婚されちゃった、はい、まあ、借金もいっぱいあったんだと思うんですけど、うん、だからなんだろうな、依存先がもう薬物しかないっていうか、うん、何らかにすごく依存してしまう人はつながりがないんじゃないかっていうのをジョハン・ハリさんが言っているということですね、うんうん、はい、それからその何ていうか、これで恋愛で切るとすると、もう田代正史、他にあのいろんな人がこのニュースを見て言ってたことが、みんなその薬物の売人が田代正史を追いかけてきて売ってくるんだと、うんうん、その話聞きました？聞きませんが、そんな想像がつきますよね、うんうん、薬物の売人に出会わなければこんなことしないんで、うん、そうするとやっぱ美男美女って大変だなというのとに近いなと思って、うん、美男とか美女はもうみんなが薬物を売ってくるようなもんですよ、うん、だから恋愛依存になりがちなんじゃないかっていうね、うん、
でもなんか美人とかの人に限って恋愛を奥手な人もいません？モテすぎちゃって。モテ誰ですかそれ？分かんない。あの一般の人。いますか？モテすぎて奥手な人いますか？アニメとかそうないですか？アニメはあるかもね。アニメはないよ。アニメのまず主人公は女性向けの少女漫画とかでしょ？その、でもその主人公じゃなくて、はい、主人公はなんか愛嬌があってちょっと可愛らしいけど、はい、もっと美人がいたりするじゃないですか。いますね。登場人物。はいはいはい、います、います。ちょっと意地悪かもしれないけど。じゃあ奥手じゃない、その人。あ、なんだろう、奥手というよりは、あのほとんどの男を相手にしてない女の子。ああ、そう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 。それは、それちょっと違うのか。うん。それはいるけど、そこにいい男が現れたらやっぱり依存しそうだよな。そうなのかな。なんかその最高のサービスを受けられるというか、もうみんなが優しくしてくれるわけですよ。そのことない。わかんない。飽きないかな。飽きるっていうか、なんかまさかみたいな、その芸能人がやや言われる感じとちょっと似てる。似てますね。あ、またかみたいな。だから言ってこない人がいいな。でもやや言ってくる人もいますけど、うん、男の近づき方ってセンサー万別万別で、なんていうか自然に優しくしてくる人もいるじゃん。うん、まあ、美容師さんとか、あのカリスマ美容師とか、うんうん、あるいはプロデューサーなんか分かんないけど、あの映画監督とか、そいつらに落とされてくじゃん。また落とされてくのがいいとして、その後不倫もそいつらとするじゃん、歯医者さんとか。だからそれは別にそのワーワー言ってくる人じゃなく、うんうんうん、なんとなしに優しい人だなっていうアプローチですよ。うん、でそういう、そして不倫が始まってくるじゃん。うん、そういうのは田代正史と同じだと思ってて、うん、つまりそのしょっちゅう売人が近づいてくるっていうね。で僕とか、まあ、多くの女性たちは別に売人も誰も近づいてこないんで、別に薬物依存にならないって不倫はしないっていうか、うん、うん、が恋愛に来てみたんですけど、次いきますか。はい、はい、質問コーナー、このコーナーは主に恋愛や結婚で浮かんだ疑問や分からないことを送っていただき、僕グッドより答えというものです。花にさん、これ花2と花々とか読んだから多分花にって、花に数字の2なんですけど、うん、花にさん、いつも楽しく拝見しております。博士に質問です。自分の考えを深め、本当に自分が思っていることを知る方法が知りたいです。私は転職を考えており、面接の準備をしているのですが、転職理由やどんな仕事をしたいかなどについて自己分析をしています。ぼんやりとした考えはすぐに浮かぶのですが、それ以上思考が進まず、我ながら考えが浅いなとがっかりしています。今のところ転職しないという選択肢はないため、考えを深める具体的な方法やおすすめの書籍などがあれば教えていただきたいです。どう思いますか。自分、この1行目の自分を考えを深め、本当に自分が思っていることを知りたいですっていうのと、2行目以降の転職して何どんな仕事に就きたいかを知りたいっていうのはちょっと違うと思うんですよね。うん、まず1行目の自分の考えを深め、本当に自分が思っていることを知る方法を知りたいっていうのは、もうちょい哲学的っていうか、で2行目以降は結構簡単だと思うんですよね。今はこういう仕事がしたいっていうのが、はい、うん、ないんでしょうね。うん、ぼんやりとした考えは浮かぶけど、うん、例えばなんだろうな、物を書く仕事みたいなことは浮かぶけれども、うん、それ以上思考が進まないってことですよね。うん、どうしますか、こういう場合。どうするか、うん、そういうの分かってます。うん、分かんない。でも気にしないみたいな。あ、そういうの分かってます、分かってます、分かってます。何、あ、何したいかとか。そうそうそう、分かる、分かります。分かりますか。それなんで分かったの。え、だって、理由ありますよ。あ、そうか、やりたいものとか分かっちゃう人なんですね、だから自分がやりたいこととか。分かるです。僕は分かる、うん、分かるけど、分からない時もあった。うん、で、思うのが、こういうのって頭で考えてるだけではダメで、うん、あの、いつも言ってるけど、トップダウンとボトムアップっていうのがあって、うん、トップダウンっていうのはまず考えて、こういう目標に行きたいんだと考えて、そしてそこに向かって頑張っていくのがトップダウンで、ボトムアップっていうのはとりあえず動けと、うん、とりあえず転職活動してみろと。そうするとこれは嫌だなとか分かってくるっていう。で、この花兄さんはボトムアップ的にいろんなこと、いろんな会社を受ければいいんですよ。うん、受けるとここは嫌だなとか分かるんですよ。私って絞られてくるという、絞られてくる、うん、なんかなんだろうな、こういう社長の下では働きたくないとか、うん、あとなんか いろいろ言ってくるんですよね。あの、なんだろうな、例えば FM 音楽が聴ける素敵な職場ですみたいなことを言ってくるんですよ。うん、あ、これなんかこういうチャラチャラした感じ嫌だなとか、うん、だから転職してると具体的になっていくと。うん、だからあの、
賃貸 の, そのマンションとかアパートを借りるときも回ってみると分かるみたいな。ああそうですね。そうそう、なんかありますか。あ、ありますよ。私あのお家借りるときすごい、はい、もういっぱい見たじゃないですか。はい、知らんわそれ、ちょっと具体的にそれ、それもう本当に数ヶ月、うん、もう何十件、それは頭の中にまずあったんですよね。こういう、あの、ありましたよ。その、あの、こういうのとこういうのとこういうのは譲れないとかあったけど、はいはい、行ってみて分かった。行ってみてもっと、うん、例えば言える範囲で、言える範囲、え、全然家のことだからいっぱい言えますけど、あ、でも分かんないこともあるんです。とにかくゴキブリが出るのが嫌なんです。でもそれはさ、うん、不動産に聞いたんですよ、うん、だから今までに聞いたことないですから大丈夫ですよとは言うけど、あ、そんな意味ないのな。そういや、だから出るか出ないかって、あれってちゃんとそのなんていうか薬剤撒いてるかどうかでしょ。そうなのかな。なんかあの家が綺麗でもその侵入経路は、そうね、ね、うん、そう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 、外のとか排水管とかいろんなところから来ますからね。そう、だからそういうのを、うち戸建てなんですけど、戸建ては出るでしょ。出ないんですよ。え、いやすごい、うちの妻も、まあ、僕も嫌いなんですけど、あ、まあ、しょっちゅうじゃない、な数年に1回、え、いや、バルさんとかじゃない、侵入経路とかいろんなところに、薬剤をもう、なんていうかな、何年も持つやつを撒くんですよ。そうすると全然出ない。何年も持つのなんてあるんですよ。そういう営業もしてくる人たちもいるし、検索するようにいる。で、それを撒いていくと、でもそれを例えば子供が口にしても大丈夫っていう。あのダスキンとかやってるような感じ。やってるかも。そう、それをやっとくと全然出ない。全然出ない。へえ、はい、まあ、それを多分マンションとかもやってれば出ないんじゃないかなって。そういうのやってますかみたいな、まあ、それ置いといて、そのことどうでもよくて全然関係ないよ。そういうの分かんないけど、はい、あの日当たりとかそういうのは分かるじゃないですか。分かる、日当たりとかね。そうだけど、そういう自分が頭にポンって浮かんだもの以外の、そうそう、それを見て気づったりしますよね。なんだろう、まあ、忘れちゃいますよね。忘れちゃ、例えば、はい、あのこんにちはってそのエレベーターで会うじゃないですか、うん、こっちが内見してる時に、はいはい、あのなんかお隣さんじゃ嫌だなとか、ああ、そういうそういうにあるんですよ。僕も例えばシンクがいまいちとか見てわかるっていうか、うん、トイレがちょっと玄関のすぐそばにあったら嫌だなとかね、行くとわかるよね。それと同じで、転職してるうちに、僕は転職してることが時があって、研究者からそうじゃない仕事に行くときに、そうそう、いろいろ話してるとだんだん分かってくるんで、だから花兄さんはとりあえず動けと、とりあえずいろんな転職受けてみる。だからそのサイトでまず見ることも勉強になるよね。あのこういう職場があるのかとかね、今のところ転職しないという選択肢はないため、考えを深める具体的な方法や、具体的でしょうか、これおすすめの書籍、書籍はまあいつも言ってるマイボールですね。もう一つはだからトップダウンとして自分を振り向くってことですよね。マイゴールっていうリチャード・モリタとかいう人が書いている本を、読んで300個ぐらいある質問に答えると見えてくる。その2つですね。次いきます。澤さん、 SAWA さん、これ澤さんって言ったら次の週とかに SAWA ですとか言ってみたりするの。澤、うん、さん、キャメレオン武田さんとの会、博士の基本に立ち返るという感じで面白かったです。質問です。振り向いてくれない彼に1ミリも迫らないで恋に落とす本の中の片思い編で、片思い編っていうのを書いたんですよ、うん、心がつながりにくい場に彼がいる場合、彼がプライベートの話をするように仕向けるとありますが、これはどのようなやり方がありますか。相手が医者とか美容師、ジムのインストラクターなど、ただ客としてしか見てもらえない立場から関係を近づけていくのは、若くて見た目の良い女子か、かなり恋愛に慣れている女子じゃないと難しいと思います。そもそも恋愛上手な女性は相手を自分から好きにならないんでしょうけれども、よかったらこの辺りについてお話していただけると嬉しいです。ちなみになぜこんなことを聞くかというと、恋愛ビタな過去を反省しているためです。びっくりマークと。どうですか、聞く方法ってありますか。聞くのは難しいって言ってるんですけど、難しいですか。何を聞く。つまり例えばいつも言ってるジムのインストラクターを好きになったとして、うん、プライベートの話に持っていくのはどうしたらいいんですかって澤さん聞いてる。あ、なんとなく持ってきますよね。持ってきますよね、うん、というのもだから恋愛上手なんですね。ただお医者さんはちょっと難しくて、あ、そう、美容師さんとジムの方はあれだけど、めちゃくちゃ忙しいからね。そう、3分とかの期間の中で言えないし、そば、うん、に看護師がいるしね。あ、必ずなんか立ってますもんね。立ってる立ってる、立ってないとできないからね。
そうか、まあまあ自分のインストラクター確かには簡単だよな、あの、うん、なんていうか美容師も簡単だよね、一番なんかそうですね、だってみんな自分の話したことしょうがないんですよ、そんなだから例えばなんか、美容師さんが最近見たなんか面白いことありましたみたいな、なんか、映画とか見ましたとか言ってくるわけですよ、うん、何々見ましたと、ターミネーターの最新のやつ見ました、で美容師さんは待って聞いたら話せますもんね、それどうでしたかって言ったらもう向こうの話になってますもんね、うんうん、だからすぐできますよね、それでなんか徐々に何ですか、あの彼女いるかとかも、そうです ね、そうです、うん、医者ね、医者は確かに難しいかな、でなんか大体具合が悪くて、ね、最初行ったりしてるじゃないですか、そうですね、だからなんかしかも薬出しときますはいさようならですもんね、そうそうそういうタイミングが なんかなかなかないですよね、あ医者か、でもそうね、お前そんなこと言ってる場合かよっていうね、好きな映画ありますか言えないもんね、うん、医者か、医者ちょっと考えてみようかな、医者を落とす方法、でもまあ医者を好きな相談者って多くて、うん、いましたっけ、あのよく来るんですよ、うん、あのだからなんか 2割ぐらいはお医者さんに恋してるんですよ、うちの僕の電話相談の、で、なんか個人的にもういつの間にか接してるんですよね、そうなんだ、はい、一つはあの医者ってなんか結構いろんなところに登録してるんですよね、ああだから SNS やってる、そうそう、そこで話しかけるの言ってたよな、うん、でもなんかそれで惹かれちゃうって嫌だですよね、だから言い方ですよね、お医者さんってでも本当にこっちが困ってる時に会うから、うん、すごくよく見えちゃうんですよ、見えるね確かになんか救世主みたいな、しかも絶対頭いいし、そう絶対、真面目というか世の中の人たちを作ってる仕事なんで、あと白衣着てね、うん、それいいんですよ、医者を落とす方法ね、まあ、通うことだよな、まずでも一回じゃ無理だよね、風邪とかで行ってるだけじゃダメですよね、だからもし入院しててしょっちゅう来るんだったら行けるでしょ、ダメ、そしたら個人的な話できるでしょ、どうですか、入院ってなかなかしませんもんね、1回だけで好きになるって難しくない？あります？やっぱ 2,3 回ですよね、 2,3 回ですか、うん、2,3 回だけ、いいなって、もういいなって、4回目行かないのそれ、私博士に1回聞いたことがあって、ああそれなんか SNS やってるんですよ、明かすなそれでねいや、まあいいや、はい、SNS やってる、やってるでしょ、そして博士はね、なんかなんだっけ、なんか写真であんまり良くないとか言ってきて、はいはい、その男自分大好きそうみたいなのを、はい、おっしゃって分析、はい、そう、それでも私はいいですみたいなね、いいで、なんか合コンしましょうとか言ってごらんなさいみたいに言われたの、ああいいいいの、いやしょうがない、それリスクあるよ合コンって、そう、合コンってしかもさ、いきなり言うのってさ、いきなりか、いきなり言えって言いました、うん、だってあでも合ってるんですね、3回ぐらい、3回ぐらい合ってて、合コンで僕昔よく使ってたって言って、うん、僕はいいんだけど、あの実は全然出会いがないんだと、私はね全然出会いないんですよ、でもお医者さんにいきなり言うのって変じゃないですか、うん、それこそいろんな会話をいっぱいしてそこに行き着くならいいけど、あ僕昔研究所にいた頃、図書館で勤めてる女性と付き合ってたことがある、うん、あの研究所内に図書館があって全然話の接点ないんですよ、ずっと奥の方にいるんで、うん、まずコピー機壊しました、わざと、わざとっていうか、まあ、結構簡単に壊れるというか、まあ、なんか髪が詰まるというか、うん、ちょっとこうやっとくと、それで付き合えたんですか、それ付き合いました、へえ、そして合コンですよ、やっぱりすぐ出た合コン、うん、研究室って合コンしましょうって言ったの、そう、うん、でその何、図書館の3人と研究者3人で合コンですよ、うん、合コン、なんですか、なんだろうな、あの僕その時女性が大好きで、もう何でもするぞと思ってたんで、うん、どんな接点のない人でもそうやって接点を持ってきて、あでもなんかそれはなんか男だからできると、うん、できる、なんか引かないけど、特にお医者さんって人気商売じゃないですか、あしょっちゅうそんななんか話っていっぱいあると思う、あるか、ね、だからなんか引きそうじゃないですか、その真面目であればあるほど、そうですかね、なんかあと産総研っていう研究所に僕いた時に何でも言っちゃってるけど、うん、防災訓練ってあるじゃん、うん、防災訓練で見た女性がいて、うん、その子あいいなと思ったんですよ、なんかなどうやって名前調べたか、まあ、ほぼストーカーだと思うんですけど、うん、名前のとこから調べて、その人は当時